第一朗読、人たちの宣教。私たちはトロアスから船出してサモトラケ島に直行し、翌日ネアポリスの港に着き、そこからマケドニア州第一区の都市でローマの植民都市であるフィリピに行った。そしてこの町に数日間滞在した。安息日に町の門を出て祈りの場所があると思われる川岸に行った。そして私たちもそこに座って集まっていた婦人たちに話をした。ティアティラ市出身の紫布を商う人で、神をあがめるリリアという婦人も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いた。そして彼女も家族の者もバプテスマを受けたが、その時、私が主を信じる者だとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って、私たちを招待し無理に承知させた。神の言葉。私について証しする、あなた方も私を証しする。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ヨハネによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来る時、その方が私について証しをなさるはずである。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのは
その時が来た時に、私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。キリストに賛美。